それではですね、次のプレゼンターです。秋田市で、オータムライスフィールドという会社を経営している、菅原睦美さんです。菅原睦美さん、いろいろ今日奥さんともいらっしゃるんですけども、いろいろな菅原さんが見たフィールドからのお話っていうのを今日ですね、お話しいただくんですけども、多分熱い話になるかもしれません。皆さんぜひ聞いていただければと思います。それでは菅原さん、よろしくお願いいたします。はい、菅原睦美と申します。分娩時障害で逆子の状態で生まれまして、頸椎損傷で生まれてきました。もともと生まれてくるまでは女性のような感じで、菅原睦美というこの状態で予定してたらしいんですけども、急に生まれてきたのが男だったということで、その身をですね、実の字に変えまして、慌ててこの名前でもう届け出を出したということで、まあこれが親から聞いた話なんですが、まあ今この車椅子で42年育ってきて、実際今この世の中でインクルーシブがどうとか言われてますけども、僕がもう生まれて育ってきた生い立ちから言いますと、まず田舎の産婦人科で大阪まで生まれた状態で、すぐその日に今この隣にある大学病院に運ばれて、約半年から1年ぐらい入院してたらしいんです。でそれでまあ頸椎損傷だっていう断定をしてもらって、そこからこう就学の時代に来るんですけども、結局父親が自衛官だったために津崎に感謝があって、まあ、本当であれば近くのカトリック幼稚園に行かなければ、まあ、行く予定で、まあ、親も一緒にいたんですけども、まあそこの幼稚園に行く前にもうちょっと行かなければいけないところがあるんじゃないですかっていう、まあ、教育委員会も含めてなんですけど、そういう話があり、オリーブ園さんの方に段階的に進むことになり、オリーブ園の今後藤先生からの協力もあり、同じ系列のグリーンローズの幼稚園に行かせてもらって、段階的にこうカトリック幼稚園近くがあるので、もう入れてもらえないですかっていうことで、そこに約半年ずつ遅れて入ることになって、でそこで今度小学校という、まあ、大きな壁が待ってまして、そこの小学校やっぱり学区では受け付けられない高清水小学校だったんですけども、そこで教育委員会さんと、まあ、オリベンの後藤先生とかも結構検討していただいたんですが、やっぱりそのちょうど同じ時期に勝平養護学校ができたというか、まあ、通学生が受け入れる状態になって、まあ、教育委員会から言われたのは、あなた方たちが行くためにこの養護学校を作ったんだから、そっちに行ってくださいっていうのを、まあ、うちの親も聞かされ、しぶしぶ、まあ、養護学校の方に行くことになりました。でそこでですね、次お願いします。まあ、これは次の養護学校も改定されてないんですが、そこの校歌なんですけども、まあ2年生ぐらいですかね、なんか全然まあ担任じゃない先生からこう歌を、こう校歌を歌いながら、こう3番目の歌詞に、あれ次出ますかね、出なかったっけか、あこの最後に「うつびあう勝平養護学校」ってあるんですけど、これってあなたの名前じゃないっていう話をされまして、もう全然自分の名前なんか興味もなくて、ずっとこう何年も生きてきたんですけども、あなんか意味合いをこう今日のパンフレットにも書かせてもらったんですけども、結び合うとか、こう人を結びつけるとか、そういう意味合いがあるんだよっていうのを初めて聞かされて、なんか自分の何だろう、人生とか名前とかも含めてこう興味を持つようになりました。でそこからこう、でも秋田の養護学校の教育っていうのはどこかこう18歳以降の
学校終わってからの人生を考えてくれるところではなくて、まあ、勉強とその道徳等はもう勉強させてくれるんですけど、じゃあ親が亡くなった時とかこれからあなたはどうしなきゃいけないっていう教育は何もなくてですね。でたまたま僕の父親が小学校6年生の頃に北海道に転勤にならなきゃいけないってことで、まあ、自衛官だったのもあり札幌の養護学校の方に転校させてもらったんですけども、そこで、まあ、あの今で秋田で言えば流域センターと同じような形の寮の方に入らせてもらって、そこのまあ担当ナースに言われたのが、本当にその日入った日に言われたのが、親も一緒に呼ばれて、お父さんお母さんこの子がいくつまで生きてる時にあなた方は生きてるんですかって、絶対親の方が先に死ぬよね、だったらこの子今まで甘やかして育ててきたんだろうけども、今ここ今中学生ぐらいの年なのであと6年間で世の中に出せるように私たちも厳しく育てるからあなたたちも厳しく育て直してください、でもっと他人の手に触れさせてあなた方の世界だけじゃなくてこの子がいろんな人に会って接していけるように、まあ、学校と理学療法士も含めてなんですけど訓練も含めて連携していくのでっていうのはそれがまず普通なことなのでっていう話をされたのが、まあ、僕今42なので、まあね、ざっと20年ちょっと前ぐらいの話でした。でそれでまあ結局父親が秋田にもう一回戻ってこなきゃいけなくなったので札幌に実際いたのは4年弱ぐらいなんですけども、秋田に戻ってきたらやっぱ秋田は秋田のままでまた逆に戻ってしまうんですけど、で結局高校勝平養護学校の高等部が終わってじゃあどこにか行きますかって話をされて、で頸椎損傷の施設って基本秋田ないんじゃですね、今も多分ないんですけど、でたまたまその時市役所の福祉課の担当の方が静岡の伊東市に頸椎損傷の、まあ、施設があってそこにだったら自立も含めてなんですけど行けると思いますよってことで行かせてもらって、まあ、そこで中学祭卒業してこう自立生活がどういうものかということと、あのいろんな障害のこう段階です。例えば水泳で首を骨折したとか、まあ、交通事故でとかちょっとやんちゃな方とかいろんな人生を持った方がいて、そこでこう人生の縦の図を勉強させられたというか、でそこでまあ秋田で自分の自立生活ができないのかなという思いもあり1年半ぐらいで秋田に帰ってきました、まあ、やっぱり秋田はまず障害者の人が外に出てこない、なおかつ親御様お母さん含めてですけどお父さん含めてやっぱりどっちかといえば自分の子が大事なので危険な思いはさせられないしたくない、でも自分の子はどこかに出したいんだけど受け入れ先もないしっていう思いもあり、自分の中で各、まあ、ヘルパーさんも使ってた時期もあったので施設の方にこう相談したんですね。例えば利用者目線で障害者の方を就職させてみていかがですかって、レベル的に就職できる人もいますよね、でも実際返ってくる言葉はそこまで経費をかけて実際メリットは何もないって、逆に施設や職場の改造費かけるだけなのでっていう話をされたので、ああじゃあ自分で少し作って会社を起こせないかなっていう思いもありまして会社を起こしました。で次お願いします。でこれがオータムライスフィールドという会社で、実際秋田という名前なんですが、お願いします。でこれが、まず今荒谷の日吉町に会社がありまして、まあ、たまたま美大が近くにあって、まあ、栗田支援学校さんの通りなんですが、荒谷とこう栗田支援を連携してそのインクルーじゃないですけども、栗田支援さんもこう介護の特化した
ヘルパーの資格を取る学科もあり、どこかでまあ連携が取れないかなという思いもあり、まあ、今その事業所を構えさせてもらってます。でマークはまあ 私がこうしてくださいっていうのを美大生に協力してもらって作りました。で本当であればこう書いてあるんですが、家族と地域と行政医療が連携してこの波が起こせるようになれればいいなと思ってます。次お願いします。で、まあ、僕がこういう頸椎損傷なので、自分の目線、利用者目線で会社が起こしてこういろんな高齢者から障害者までの8050と言われている世代もカバーできていければなとは思ってます。次ありました。はい、こうなんですが、実際雇用してみるとやっぱり自分が動けない分、管理者もやらせてもらってるんですけども、やっぱりあなた動けないし利用者の家に入れないので口出さないでくださいとか、どうせあなたなんか知らないでしょっていう声があり、3年間3期目なんですけども、職員が1年で1回ずつぐらい入れ替わってる状態で、どこかこれは直さなきゃいけないなと思ってはいます。次ありました。で、まあ、今あの妻がまず介護保険のケアマネさんで戻ってきて入ったので、相談支援で、まあ、ヘルパーさんで在宅のサービスを安定して行かせていければなと思ってます。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、菅原さんありがとうございました。菅原さんの、いろんな生い立ちから今お話ししていただきました。うん、これでちょっとね、やっぱりあの皆さんもちょっと考える機会、今までも国会で今、ALS の方であったり国会議員だったり、そういった部分の中で私たちの心のバリアフリーという中の話の中ですよね。うん、菅原さんはこの秋田県だけじゃなく日本においてこのバリアフリーをなくするっていうか、うん、障害者じゃなく一人の人としての考え方っていうところで何が必要かなっていうのはありますか？よくあの建物で物件が作るときに市役所とかもですけど、こういう設計図ができますって絵があるんですけど、最近なんですよね、車椅子が描かれ出したのが。盲導犬もいるわけでもないし、手話の人がいるわけでもないし、でもいるんですよね、生活してる場には。うん、そういうのを普通に、例えば車椅子じゃなくて、まあ普通にね、皆さんが書かれてるような、うん、街作りも含めてしていければなと思ってます。はい、ありがとうございました。ここにいる皆さんがですね、またそういう機会を持ちながら周りの方々にもね、少しずつそういうお話をしながら世の中が良くなっていけばいいなと、そう感じました。菅原睦美さんにもう一度拍手をお願いいたします。